オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。宮崎カレンです。今回私は毎週日曜夜11時から放送しているワウワウドラマのホリックという作品に出演させていただいています。今回の作品はすごく映像が綺麗な作品でして、もともと原作の漫画がとても人気のある漫画で、その漫画もすごく絵が綺麗で、私も読ませていただいたのですが、すごく作品に引き込まれました。その世界観を映像化するということで、今回監督をはじめスタッフの皆様や、キャストももちろんみんなで気合を入れて作った作品です。私もこの間1話を見たのですが、すごく映像が美しくて、甘美な世界観というか、ちょっと現実と離れたような世界観が本当に美しく出ていて、30分間もう息をするのを忘れるぐらいの勢いで見てしまいました。私の演じる久野木ひまわりちゃんという役は、元生まれつき汚れた血を持っていて、周りの人を不幸にしてしまうという特殊な能力のある女の子です。こんなに高いツインテールがトレードマークの女の子なんですけども、物語の前半は本当に明るい天真爛漫な女の子で、後半に進むにつれ、そのひまわりちゃんの過去やいろんな謎が解かれていって、彼女の暗いところや残酷なところも出ていくので、ぜひ最後までお見逃しなく見てほしいなと思います。ワウワウプライムで放送中のクランプドラマホリック、毎週日曜夜11時からです。ぜひご覧ください。宮崎カレンでした。